じゃあ皆さん、こんにちは。おかわりございませんか。遺伝子による血流コントロール。ナショナルインスティテュートオブヘルスについて前回もお話ししましたが、最近そちらから送られてきた小冊子の中でとても素晴らしい研究内容が明記されていました。その内容というのは遺伝子に関するものでした。遺伝子からほとんど全ての病気の治療が可能になりつつあるというのは周知の通りですが、この研究は簡単に言ってしまえば、遺伝子による血流をコントロールできるというものです。血流補助遺伝子とも言えます。病気の多くは血流の良し悪しで発症したり治癒したりすることは分かっています。簡単な例を挙げると、風邪の引き始めの薬は基本的に身体を温めるのが目的です。血流を良くして身体を温めることで軽い風邪なら治ってしまいます。もう少し重い病気を例に挙げると、アルツハイマーやうつ病、心身症、痴呆症、ノイローゼ、その他あらゆる精神障害、また高血圧、リウマチ、冷えからくる栄養障害など、血流に関する病気は挙げたらキリがないほどあります。またこれを少しでも改善するためには、ストレスをなくするというのは当たり前のことなのですが、ストレスを感じる血管が収縮します。そのために血流が悪くなり症状が現れます。実際急なストレスに襲われる時など、ブルブルブルと寒気を感じることがありますね。ココアなどを飲んで温めると落ち着くというのが経験済みだと思います。このように血流というのは小さい病気から重症の病気まで大きく関係しています。逆に打撲や怪我、抜歯、寝違えなどは最初に冷やすことがとても大事です。皆さんご承知のことを長々とお話ししてしまいましたが、私が今回お伝えしたかったのは、この血流が遺伝子でコントロール可能になったということです。また別のお話を付け加えさせていただきますが、前回お話ししたドラッグアブユースに関しておすすめの検索サイトがありますので、詳しい情報をお探しの方はぜひご覧になってください。ナショナルインスティテュートオンドラッグアブユース。これはアメリカ政府機関が発信しているもので、ドラッグに関するすべての情報が得られます。専門家の方たちにもお役に立つと思います。